はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数の性質丸5をお送りします。で、このタイトルはこれで最後です。次回からはね、グラフをやっていくんですが、で、最後、3問今回ね取り上げるんですけど、前回までにやったね、ポイントとか公式を使った問題となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回は、次の式を簡単にしようっていう問題です。で、前回までにね、すごい見てきた形がいっぱい載ってるので、それを変形していきます。全部だから、3この括弧2分の π プラス θ が何になるのかっていうのを前回までやってきてるからね。で、前回までの知識を使えば速攻解けます。だから前回の見てねって言って、それをもうカッカッて書いていってもいいんですけど、せっかくなのでもう一回思い出し方を説明していきます。で、そこの部分はもう前回聞いたからいいよって思う方は早送りしてください。最後になれば答え出てるからね。いいかな。じゃあまずこの問題は、サインの括弧2分の π プラス θ、サインの括弧2分の π マイナス θ、そしてコサインマイナス θ が出てきてます。だから、2分の π プラス θ、ここからいこうかね。で、どうしようかな。ちょっと右側がごちゃごちゃしちゃうかもしれないんですけど、で、本当に前回ともうちょっとこう詳しく言えるようには頑張るんですが、ほぼ説明かぶります。同じようなこと言ってしまうんですけど、で、まず2分の π プラス θ、ここからいきます。でね、これが何に変わるのかなって思い出したいとき、まず単位円を書くと。こうやってね、円を書く。そしたら、θ を設定します。自分で。で、設定するとき、俺がいつもやるのは、だいたい30度をイメージしたこう薄いところ。ここです。これ θ。と思ってください。で、今は2分の π プラス θ なので、90度プラス θ になります。で、それがどこかっていうと、ちょいちょい書いておこうか。あ、待って、これ上が入らない気がする。で、ちょっと今ね、喉の調子とか咳がすごい止まらないので、いっぱい咳しちゃうんだけど、ごめんね、かなり聞き苦しいと思うんですけど。で、これじゃあ2分の π プラス θ ね。で、90度にこの θ を足すから、90度に θ を足すので、ちょっと言い過ぎた。ここになります。まあ、ここ90度ってことね。で、今は2分の π プラス θ、それのサインなんです、もともとが。だから2分の π プラス θ こっちね、これのサイン、つまり y 座標です。ここで、それが何に変わるのって聞いてる。で、変わるものは θ に戻したいので、ここの幅がこっちの θ の x 座標なのか y 座標なのかを考えればいいと。で、今なんでわざわざこうやってね、薄く最初設定するかっていうと、 x 座標が広いところ、Y 座標が狭いところにしたら、図を書いたら分かるから。で、今、サイン2分の π プラス θ が広いんだよね。X で Y 座標が広いでしょ、ここ。X だと狭くなっちゃうんだけど。だから、こっち側の、こっちと同じになる。X 座標と。いい、狭い広いで、ちょっと結構ずるい言い方をしてるけど、それで分かるからさ。ってことは、θ の状態の X 座標。だから、コサインシータに変わるんです、これ。で、あとは符号です。これプラス、これプラス、両方とも同じ符号だからプラスのままで大丈夫だよって、これが、思い出し方というか、俺がよく使う、ね、方法でございます。で、次に2分の π マイナスシータなので、ちょっと待ってね、と待って、これ右側、あ、入ってた。で、こうなると。じゃあ同じようにやっていくと、ごめんね。ちょっとね、場所がギリ入るか。こっちマイナスシータ。で、同じようにまずシータを30度ぐらいで設定する。で、2分の π、90度引くシータなんで、今度は。90度からこのシータを引くから、この辺になります。これが2分の π マイナス θ です。で、そこのサインだから、y 座標だとここでしょ。で、θ
広いところだから元々の広ささっきと同じだよね。こっちのシータの状態の x 座標と同じになる。だからこれコサインシータになります。であとは符号ね、プラスとプラス符号変わってないからプラスのままで大丈夫って、こんな感じで。最後コサインカッコマイナスシータはね前回やってないんですけど、その前の動画で普通に問題でやっちゃってるんだけど、一応やろうか。よいしょ、こうなってて、で元これも同じシータをね設定してあげる、こうやってシータでマイナスシータだからシータのマイナスなんでこっち下に落ちる、ここね、これがマイナスシータです。でそれの x 座標もねちょっとほぼ1にくっついちゃってるんだけど、ここでございます。でこれは見てわかるようにもともと上の x 座標と同じでしょ、当然こうなってるのとこうなってる x 座標同じだからね。だから x 座標コサインコサインで同じなので、そのまんまコサインシータに変えちゃっていいよ。で、もともと同じだからもちろん符号も変わらないんで、こうなるよって。で、あとはこれを足すというか、計算をすればコサインが3つあるので、3コサインシータと。これで OK です。ね、丸となります。では次いきましょう。これ。で、2分の π プラスシータだからこの状態だよね。で、これのことコサインです。でコサインだから2分の π プラスシータはこっちのこと、それのコサイン x 座標なんで、ここ狭い方だよね。で元々にね投影とか考えていくと狭いのはこっち y 座標でございます。だからこれはサインシータと同じになる、 y 座標だからシータの状態だと。であとは符号、もともと負です、こっちは正です。符号が変わったのでマイナスをくっつけてねとなります。さてイコールかな。で今度こっちコサインだね、2分倍マイナスシータあっちかのコサインだから x 座標なんで、ここですね、狭い方です。でこれも同じように考えると、もともとの狭いのは y 座標と一致するからこれもサインに変わると。でサインシータで、あとは符号を見るとプラスとプラス変わってないので、これはプラスになります。で次コサインカッコマイナスシータ、さっきと同じだよね、これはそのまま上の使っちゃってコサインシータで、今度コサイン π マイナスシータです。で新しいの来たから一応書いとこうか。であと2箇所書けるかな、大丈夫そうだね。すごい円が曲がったりとごめんよごめんね、ほんと正規ばっかしてて。で、π マイナスシータで、これももともとまずシータを設定するから薄くこうやって置いておく。で、π は180です。180度からシータを引くってことはこういう状態になります。180からこのシータを引くから戻すからね。で、それのコサインってことは x 座標なので、ここ広いところです。で、それを元々のやつに戻していくと広いのは同じく x 座標です。だからコサインからコサインに変えるね。で、つまりこれがコサインシータに変わるんです。コサインに変わる、同じだからね。で、あとは符号でマイナスからプラス、異符号に変わってるから符号を変えてマイナスになります。で、あと計算すると、これ、マイナスサインとプラスサインで消える。コサインとマイナスコサインで消える。つまり、何も残らないから、ゼロになります。で、ラストですね。で、ラストはほとんど被ってるかな？これ、まず1個目。これやってるもんね。ここと同じだから、コサイン、シータ。下入ってる。大丈夫ね。で、ここ掛け算だね。で、サイン、あ、ここ同じか。同じなので、コサインかけるコサインだから、まあ、コサイン2乗シータって書いた方がいいね、これはね。コサイン2乗シータになります。これもコサインシータで、これもコサインシータなんで。で、次、マイナスサイン、パイプラスシータ。パイプラスシータがないのか。じゃ最後にそれ書いて。右側がギリだね。ここ行こうか。
大丈夫だね。オッケー。でパイプラスシータなので、まず同じようにシータを30度ぐらいのイメージで書いておく。で今度は180度プラスシータなので、これをちょうど伸ばしたこっち側になります。180足してるからね。でそこのサイン Y 座標だから、ここ狭い方だね。それを元々のシータに戻した時、狭いのは同じく Y 座標の方です。だからサインからサインに変えることができます。これはちゃんと書いた方がいいかな。幅もあるしね。ちょっと書き直しますね。最初のがコサインシータです。で次もコサインシータですと一応書いておきます。でマイナスでここだね今。だからこれがサインシータに変わる。信じた。であとは符号を見るとマイナスからプラス、イフ号に変わってるからマイナスが出てくる。でもともとマイナスがいるからプラスに変えちゃえばいいね。で最後これです。 π マイナスシータなんでこの状態で、それのサインだからここの y 座標ここです。もともと戻すとこれも見て分かるようにここと同じだよね、 y 座標が。だからサインからサインに変えてあげる。しかも同じだから符号も変わらない。つまりこうなります。でいけるはず。書き直すとこれコサイン事乗シータプラスで、これサインサインだからサイン事乗シータで、これはコサイン事乗プラスサイン事乗だからつまり1です。これ忘れないようにね、これ公式だからといった感じで、そんなに上に詰めなくてもよかったっていう、下ね、あいつだね。ちょっともっと見やすいようにイコールあんまり変わんないけど1でいいかなといった感じになります。いいかな。まあ、途中でもねちょっと話したけど、ここに関しては前回と丸かぶりです。ほとんどねかぶった説明をしちゃってるんですが、まあその前回の動画でもね少し話したけど、自分も今思い出せないです。パッと見た時にすぐ出てこない。これがコサイン、これがコサインシータ出てこない。やっぱりこれを書かないと思い出せないんで、まあ思い出す作業の一つとして、まあ、ツールとしてねちょっと参考にしてもらえたらと思います。では今回は高校数学数2の三角関数の性質丸5をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回はさっきもね言ったようにここからグラフが始まります。でグラフはおそらくね結構な数になります。でなぜかっていうと、一つのこの動画内で取り上げられる数が少ないんだよね、グラフ書こうとすると。だからかなりねちょっと長丁場というか長くなってしまうかもしれないんですが、もしよかったらね次回の方からもお付き合いください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。